暗黒の核、そいつを持った腫瘍だ。有機体で構成されている。口達者な放浪者が保有している植物を思い出させるな。興味深い。ここのカバル、その精神は認識の断末魔の中で宙吊りとなり一つになろうとしているのだ。カルスの野獣たちの群れから来たものではない。装置内のダークエーテルは手が加わっている。暗黒とのつながりが活性化され根付いた。カルスは賢さを合わせ持った狂気を体現していた。ジャンプログはこの船がリヴァイアさんから来たと示している。そのパイロットは士官として承認されていた。我々のガーディアンは皇帝と長い付き合いがあるようだな。ワインか。いや、濃縮されたダークエーテルだ。王家の浴室のガールランの部屋と似ているが、生命維持装置がない。内壁に小さな傷がある。ひっかいた傷だ。カルスから乗組員に向けた演説だ。ガルランを選んだが、彼の弱さが我々を裏切った。彼はあまりに純粋で孤独だった。だが新たな客人は違う。闇の精神の壮麗なる連なり、暗黒の中の者のために開けられたその口は、我が意向を称揚し歌うのだ。偉大なる者は偉大なものを見出す。終末の注意を引くには相応のものを差し出さねばならない。